値段はともかくすごいデコラティブで でかい車だと、あ、その下を受けてるな、派手だなとかって、まあ、言われるのは嫌な人。みるみるランド、はい、クレビーの増田社長です。はい、はい、お願いします。はい、でいつも、ね、YouTube で見させていただいてるんですけども、あの一番今おすすめの、ね、はい、車をちょっとご紹介します。私もね、バンコンが専門なんですね。はい、で今ちょうどここにあるのがですね、ファイブスターといいまして、歴史古いんですけど、もう25年ぐらい前から作っているものなんですけれども、その中でも最新版ですね。特徴は、まあ、ここに運転席と助手席の後ろをこう利用した、はい、こういう、ま、簡易マットがあって、ここで一応ダイネットといいますかね、簡単なリビング風のものができて、実は後ろに今はちょっと長椅子になってますけど、はい、あれは本当は常設の2段ベッドになるタイプのものです。でこう跳ねれると2段ベッド、いわゆる2段ベッドみたいな寝台列車のですね、はいはいはい、まあ、B 寝台みたいな感じなんですけども、はい、そういうのができるという。でだから2段ベッド常設な、もちろんここもソファベッドになるんですけど、はい、まあ、寝台を確保しながら運転席で後ろを利用しているという、そういうのが取れます。本当に2人だったらここでご飯を食べたらそっちに移ってそのまま寝れるっていう。これ一応ね、一家族向けということで、お父さんお母さんと子供さんが2、3人、はい、まあ、別にそれ人数に制限はないんですけど、まあ、大体3、4人、4、5人という感じです。この辺が私の中では需要を進める。おー、はい、すごい、間接照明が持ちます。あ、今ね、はい、私どもはこういうのを今主にやってますけど、この車はちょっと全体にシックっていうか、そうですね、黒いっていうかね、はい、まあ、大阪さんの内装がシックに仕上がってると思います。はいはい、やってますね。去年まではね、もう少し艶、はい、やかというか白っぽかったりとか、木の色ももう少しナチュラル系の色を使ってたんですけど、ちょっと大人の雰囲気にということで今やってます。はい、見る見るランド、その時代時代で流行りとかあるんですか。やっぱり私どもはこれっていうのを決めないようになるべくしてるんですけれど、それでもお客様の希望があって、まあまあ自分たちもその自分たちでも流れを作ろうと思ってますけど、反応はやっぱりお客様の反応で、はい、で、たまたま今これはこういうそのモノトーン系なんですけど、まあ、ちょっと車違いますけど、あちらに見えるのなんかはもっとナチュラル系の色柄で、で、うん、はい、全く違うパターンを持ってきます。あっちのプラスもいいですね。これはまあどちらかというと2人も、うんうんうん、という感じになります。まあ、晩婚なのでもともと大人数ではないんですけれど、逆のことで言うと晩婚だからこそファミリーからその2人まで、はい、まあ、カバーできるのかなと。それとまあ、たくさんキャンピングカーあるじゃないですか、はい、キャブコンがやっぱりキャンピングカーが一番らしいと思うんですけれど、そうですね、見た目から分かりますからね。そうですね、だから逆なんですよ、これは見た目がキャンピングカーらしくない。そうですよね、値段はね、キャブコンより高かったりするんですけど、そうですけれども、見た目はキャンピング、外見に、ね、外見の見た目はパッと見普通のエスかなんですね。はい、そうそう、なんだけど中はあ、こんなことになってんだみたいなところが、まあ、私は、はいはい、僕らの売りにしたいなと思います。確かに開けた時の、ね、びっくり感があります。普通の車と違うから、それが、まあ、いいのかなと思います。で、普段家に停めてたり出かけてた先でも外が普通だとあんまりこう注目されないというか、うん、隣のうちすごい車買ったななんて言われないで済んじゃう。なんか値段はともかくすごいデコラティブで でかい車だと、あ、その下を受けてるな、派手だなとかって、まあ、言われるのは嫌な人、ちょっとシャイな方、はい、まあ、こういう、はい、そうそう、でも中は中すごいよっていう、はい、それいいですよね。そういう心つかんでいますね、はい、まあまあ、その辺を今の私の流れの中ではつけてやってます。まあ、これが今流行っていうか今売れているのかなと思ってますけど、まあ、僕のところではですよ、得意な雰囲気です。